アンナ・スタニスラー・ボブ・ナ・シェルバコワは、ロシア、モスクワ出身のフィギュアスケート選手。2021年世界選手権優勝。2019年グランプリファイナル準優勝。ロシア選手権3連覇。2004年、祖父は、物理学の教授。父は、モスクワ大学を卒業し、地質学者。母もモスクワ大学を卒業し、決勝学者の家族の3姉妹の次女として生まれる。 2007年フィギュアスケートをはじめ、現在モスクワのサンボ70に所属している。ソチオリンピック団体戦の兼、ピョンチャンオリンピック女子シングルの兼、銀メダリストを育てたエテリ・トゥトベリーザコーチから指導を受けている選手の一人。同じく指導を受けているアレクサンドラ・トゥルソは、アリオナコストルナヤとフィギュアスケートの国際的な年齢規定で同世代である。2017 2018ロシアハイジュニア20182019ロシアフィギュアスケート選手権201920中国ハイ3歳の時姉の影響でフィギュアスケートを始める7歳の時にサンボ70フルスタリヌイ学科に入学した9歳の時にエテリトトベリーゼの指導を受ける2016年ロシアノービス選手権で優勝する 2017から2018年シーズンは不傷で、出遅れ2018年1月のロシアジュニア選手権は13位に終わったが、2月の国内大会、ロシアハイ決勝大会女子ジュニア、スポーツマスター候補者部門では、翌月世界ジュニア選手権を制することになる、アレクサンドラ・トゥルソワを抑えて優勝した。2018年ジュニアグランプリシリーズブラチスラバ、大会。 カナダ大会で優勝。2019年世界ジュニア選手権で準優勝。2019年ロンバルディアトロフィーにおいて単独の4回転ジャンプで最も基礎点の高い4回転ルッツにシニアの女子選手として初めて成功した。2019年スケートアメリカのフリースケーティングで4回転ルッツ2本を成功させた。これはシニアの女性選手として国際戦で 初めての記録となった。ありがとうございます。